タートしました。まず好スタートは浅草キングス。浅草キングスがやや押して先手を取りに行きました。内からクリヌアドベンチャー、間にはサムライタイガースと、まず3頭が前に行きまして、アドマイヤヘッド、その後にオーシャンエイプス、ナムラマース、マルカラボンバ、続いて最高峰オーシャンクルーズで、まずは2コーナー付近向こう上面に入ってきました。先頭7番の浅草キングスです。リードを3馬身取ります。2番手には5番のサムライタイガース、その後2馬身差、3番手にはクリヌアドベンチャー、4番手の位置にアドマイヤヘッド、その後4頭集団となって、ナムラマース、その外にオーシャンエイプスがつけました。先頭からは7、8馬身の位置になります。その後にオーシャンクルーズ、そしてマルカラボンバが最高峰です。外回り3コーナーカーブに向かっていきます。飛ばしています浅草キングス、リードを4馬身ぐらい取りました。サムライタイガースが2番手、アドマイヤヘッド3番手、そしてオーシャンエイプスナムラマース、徐々に動き始めまして3番手の外まで上がっていきます。3コーナーカーブ残り800の標識を通過してリードを広げました。浅草キングス3、4コーナー中間、リードは8馬身ぐらいあります。2番手サムライタイガース、オーシャンエイプスが3番手の位置、アドマイヤヘッド並んでいきました。オーシャンクルーズ、間にはナムラマース、2馬身差で1番のクリノアドベンチャー、最高峰マルカラボンバ、4コーナーカーブに入って依然として5、6馬身のリード、浅草キングス先頭で直線コースに入りました。さあ浅草キングスが先頭、2番手には内からサムライタイガース、オーシャンエイプス、そして外からナムラマースが追ってきた。さらに外からオーシャンクルーズ、浅草キングスが先頭だ。浅草キングス先頭、リードを3馬身ぐらい保っている。2番手には外からオーシャンエイプス、外からオーシャンエイプス、サムライタイガース、さらにはナムラマース、この3頭が前に追ってくるが届くかどうか。浅草キングス先頭、サムライタイガース、ナムラマース、2番手争い、浅草キングス粘った氷